はい、エルカチャンネルのショーです。キミトです。さあ、今日はですね、スポーツ対決をしようと思います。おお、このご時世で。はい、野球対決をしようと思います。打って投げて、打って投げて走って実際にはしないんで、あのゲームでやっていきたいと思います。ゲーム、はい、あれゲームのタイトル何だったっけ。スプリッツ、プロ野球スピリッツ2019ですかね。あ、はいはい、あれをやっていきたいと思います。キリトはどっか好きな球団を選んでしてもらうといいんですけど、私の方はですね、楽天です、うん、で本当だったらそこの最初のちゃんとしたメンバーでやりたかったんですけど、私の楽天メンバーが作られたキャラクターばっかり。それは反則じゃないですかいくらステータスが良くてもですよ、操作する人間でそれの差は出ますんで、スポーツ上手くないんで。いや、ゲームだから。いやいや、ゲームでもやっぱり本人の影響は出ると思うんですよ。はい、なんで頑張っていきますんで、それでも見てもらうと楽しめるかなと思います。各選手の名前など見てもらえれば。あ、はい、あ、作ってるからね、はいはい、そこはちゃんと楽しめるキャラクターでやりましたんで、はい、お願いします。エルカチャンネル。で、はい、で、じゃあ俺楽天で行かせていただきます同じ機械で行くの？どこ、そこ変えよ、そこ変えよオールデー、はい、わかりました。赤星さん、ここはね、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。上条トーマです。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできてるかに注目したいですね、はい、とある魔術の制球力ということですね、やつなんですけど、まあ、ピンと来てなさそうなんで。アウトコース、ファウル、かかってこい。2球目打ちました。右中間に大きな打球、これはどうか。右中間破っていきました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。インデックスって書いてるんですよバッターは2番に入っている有田。ヒットでランナーを一塁に置いています。アクセルワールドの主人公。マウンド上大瀬良、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくかここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。全然違うところを打ってしまった。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。ね、今違ったよ、ここだったでしょバッターボックスは3番三上。三上悟です。え、これわかるでしょ。はい。スライムですよ、スライム。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ。入れば先制。入った、ホームラン。入った。先制のツーランホームランです。楽天イーグルス。ホールセントラル。あれですよ、ほら。点すらですよ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。なんとも痛い失点となります。これは俺もね、実は知らないんだな。イエスギフトロ、はい、五等分の花嫁かなんか。初球は何から入ってくるか。緩いボール決まりました。さあ、2球目は何か。変化球対応しきれんつたいね俺打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス。あ、そうか、自分で走らせなんつったヒットでランナーを一塁に置いています。これも多分ちょっと分かんないんじゃないかな。そしたら稲穂です。これはロボットのやつなんだけど。いきなり牽制、一塁はセーフ。ちょっとびっくりするじゃねえさあ、まず1球目打ちました。センターに強い打球。さあ、どうだ。追いかけますが頭を越えました。アルドノワゼロっていうロボットもののやつね。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、オールセントラル。さあ、来ましたよ。これはわかるでしょ。背負った場面です、はい、まだ序盤とはいえこれ以上失点しないように進めていきたいですね。顔のパターンこれあんまないんだよそうですね、
ちなみに背中に SLO って書いてますからね。を見せるのか。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。切れました。ファウルボール。いや今のボール危なかったですよ。そうですね。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加。入った。ホームラン。入った。スリーランホームランが出ました。SLO。オールセントラル。その差が5点に広がる。重い一発を浴びました。オールセントラル。カーブが抜けてしまいましたね。失投ですね。はい。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。はい、これはきつい一発ですよね。ここで非常に。このスバですね。インサイド落ちました。これはどうか。大瀬良。アウト、ツーアウト。8番バッターはキャッチャー才木。ツーアウトランナーありません。才木クスオは分かりますか。あのジャンプで当てたやつで、才木クスオの災難っていうあのギャグ漫画超能力かな。これが1球目。空振り。さっきあの バットとか、なんていうと、あのほら手とかつけとる、あの何パーツ、あれがその各キャラクターの色を当ててるんですよ。さっきあの霧ヶ谷くんだったら黒とか。スライダーできました。あっという間に2ストライクです。変化球対応式連携。変化球、球が違う。チェンジ。しかしこの回イーグルス2本のホームランが飛び出しました。5対0。イーグルス先制です。いやまあ見てくださいピッチャーを。1回の裏オールセントラルの攻撃です。オールセントラルはご覧のようなオーダーとなっています。イーグルスマウンドに上がるのは先発の酒井。さあオールセントラル打線はどうやって攻略していくんでしょうか。はい、注目の立ち上がりです。シャナですね。あれこれドヤンするんだ。ね俺これこっちあんまピンとこん伝え変化球に今なっとったかざさえよく分からんのに近本が打席に入ります。点差を詰めるには先頭バッターの出塁も重要になってきます。これが初球。インサイド落ちました。これはどうだ。酒井アウト。ワンアウトです。ざまねえな。バッターは2番に入っている高橋。まずはワンアウトを取っています。バントバントバントの構えを見せてきました。ナックル、それも遅いナックル。二球目打ちました。ショートランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス山田、ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か。あ、狙っていって空振りです。狙ってもネタくれもない。決め決まってストライク。ノーボールツーストライクです。変化球が低めに外れます。さあ勝負してくるのか。あ、しまった。低めは外れました。変化球空振り、ツーアウトになりました。悩まされるパターン。ツーアウトランナー一塁です。初球大きく外れています。狙ったわけじゃないよ。あ、インコースへ大きく外れます。ボール先行です。変化球タイミング合いません。打ちました。佐藤カズマシャ投球します。アウト。際どいタイミングでしたがスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが2回表に入ります。イーグルスの攻撃。バッターは9番に入っている柴。分かってもらいましたか。
オールセントラル序盤ながら厳しい展開となっています、はい、劣等生ですね、はい、ちなみに後ろに書いてある名前がですね、妹のみゆきです。痛烈、ああ入らんかった、ファウルボール。打ちました、サード取った、アウト、ワンアウト。足遅い。打順はトップに帰って上条。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。ああもう一番になったやつですね。そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。次が2球目、高めストライクになります。ノーボール、そこストライクか。インコースファウル。またファウル。変化球で空振りを取ります。バッターボックス有田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ、落ちそうだ、上がった、一塁決定、二塁に向かう。危ない、しまった。一塁タッチはアウト。この回イーグルス結局3人で、2回の裏追いかけるオールセントラルの攻撃、バッターボックス鈴木。オールセントラル序盤ながら大きく点差を離されています。ダルビッシュがいるんですよ、うち。大谷もいるんですけど。しかも大谷抑えがってて、はい、勝手に決めれたんで、じゃあこの人でいきましょうかね。はい、一応メジャーからの2人が今の交番となりました。イーグルスベンチ、こちらも右バッターが続く場面でマウンドに上がったのはナグモ、はじめくんです。ナグモくん変化球が1個しかありませんからね、見てもらうと分かるんですけど、ほら、1個しかない。打ち頃のボールでしたよね。とりあえず変化球で、代わり花の初球は狙っていかないといけませんよね。そうですね。これも変化球、チェンジアップ、空振りです。ワンボールツーストライクと追い込みました。体に近いところ、ここはもうストライクは全部打っていかないといけませんね。なるほど、三振になります。ワンアウトです。打席には6番バッターロペス。ワンアウトランナーありません。初球狙って空振りです。打ちました、痛烈、これはセンターに抜ける。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ずっとね、守備はあれなんていうと、打ったバッターセカンドバッテ三塁に向かう。大谷しとったっけ、タッチはアウト。おい、2アウト。バッターは DH 相澤。2アウトランナーありません。いや、だけ言ったじゃん、守備は全部大谷しとるけ、マニュアル久々なんだもん。痛烈、これはどうだ、セカンドの右抜ける、ランナー出ました。どこに投げるかよく覚えてない。ランナー一塁、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。ファーストランナーヒットエンドラン、あれ違う、お前違う。あれだった、梅野何か乾くのやつという、間違ったよね。ちょうどいいとこにおったと思ったら、一つ一つチャンスをものにしていけばまだまだ分かりませんよ。いい当たり、これはどうか、ワンバンドヒット、まずいまずい、お兄様頑張って、お兄様。
セカンドランナーホームイン。ファーストランナーもホームイン。走ってった2人。5対。甘い球は見逃しませんでした。見事タイムリーを放っています。そうですね。改めてお聞きしますが、バッターボックスの近本、走ってきた、セーフティーバント、ファウルになりました。残念。外れていきます。そう、これ何ホームに投げ返さないパターン。スタート、バントしました。これはファウル。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。よかった。三振で攻撃を終えました。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあ直球に勢いがありましたから、タイミング合いませんでしたよね。しかしこの回オールセントラル、打席には3番バッター三上君からです。前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。2球目は何で来るか。打ちました、痛烈、これはどうだ、ショート、お、取れてたそれ。ワンアウトです。4番バッター上杉、先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。うん、そうですね。大瀬良、まずは先頭バッターを打ち取っています。痛烈、これはどうか、1、2、2、よし。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは5番貝塚。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。うん、おお、ね、顔面じゃん。ランナーを一塁に置いています。これが2球目、いい当たり、これはどうだ、ヒットになった、二塁へ。危ねえ。ワンアウトランナー二塁。目の前だったぜ。さあオールセントラル、得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない。打ちました、痛烈、破りました。よし、抜けたぜ。これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。あ、間に合わんかった。さあそしてバッターボックスには佐藤入ります。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。スクイズだ、ファウルです。ここは三振が取れれば理想的ですね。じゃあ俺のバントに付き合ってもらうぜ。うん、このバントは空振りになります。あ、そっか、今のもカウント取られるって言った、そのまましとったっけ。まあ、次は何か1球見せ球でもいいですが、空振り狙いの落ちる変化球、スクイズしてきた、あっとフライになった、取ってアウト、スクイズを決めることはできませんでした。おっと、驚きのホームラン予告です。うん、まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど。さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。いや、さっきからこのコマンドが打ちたくてね、しょうがなかったという。甘いところに行きましたが、満塁ホームラン決めてやるぞ。そうしたら変化球打っていった、大きな打球だ、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、セカンドランナーも今ホームイン、これはどうだ、本塁タッチアウト、これで3アウト。ここはうまく引っ張られてしまいました。得点を許しています。ちょっと詰まった。これから3回の裏、追いかけるオールセントラルの攻撃、打順は2番高橋、先ほどの打席でヒットを放っています。オールセントラル2球目打ちました。サードうまくさばいて、ちょっと待ってよ、送球がそれたって。オールセントラルノーアウトランナー1塁です。じゃあ今のキリトが投げたんだっけ、サード。3番山田、先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。エラーでランナーを出しています。痛烈、これはどうだ、センターに抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁。あれ、これ牽制ってどれだっけ。いつも、いつもボタン二塁牽制、二塁タッチもセーフ、三塁牽制、三塁そういうことか。あ、そうだよね。そうか、初球は大きく外してきました。そう、股間を狙ったのに。
2球目打ちました。これはセカンドライナー。現在のピッチャーの状態、まだ30球には達していませんが、どうでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。これで精一杯って感じじゃないでしょうかね。あー、なるほど。ベンチはこれを見て、もうほら、スタミナがね、スタミナっていうかあれがもうちょっと死にかぶってるという。初球は投げてくるか。打たれ弱いだっけ。あの初球は大きく外してきました。まだ2回しか投げとらんはずよ。あのバッター有利なカウントになりました。ちょっとやばいじゃないこれ。ライト方向を流しました。この当たりはどうか。取ります。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。間に合わんかった。1点返しました。オールセントラル。バッターボックスロペス。オールセントラルこの回1点を返しています。さあ4点を追いかけ、なおもその得点差を詰めていこうかというところ。次が2球目、ボールになります。ボール先行です。呼ばれとった。もう一発じゃん。いい当たり。これはどうか。これはサードライナー。切り解くんだっけ。これが先ほどのプレーになります。回は4回の表に入っています。イーグルスの攻撃。バッターボックスは9番芝。オールセントラルビハインドです。初球打ち。これはどうだ。先頭バッターを出して、ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなってきたということで、内野陣、外野陣、大雨のためちょっと一時中止です。バッターも下げて、今両軍ベンチに下がっていきます。今状況を審判団が判断しています。雨が少し、雨が大雨の敵がこういうのがと面白かった。バッターボックスには指名打者の上条。先ほどの打席、最後はでも言ってもう4回の表ですよ。ここもしっかり押さえておきたいですね。うん、そうですね。もう次で終わりです。ランナーを一塁に置いています。あ、そか。はい。まあスローイングがいいキャッチャーですから、そう簡単に走れないと思いますね。そうですね。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。はい、いい当たり。ショートうまくさばいて、セカンド送球。セカンド足遅い。一塁送球アウト。ダブルプレー。バッターボックスには2番有田。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。セーフティーバント取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回イーグルス結局3人で攻撃を終えています。この間コンピューターとした時さ、今のバントで一塁に間に合ったって。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれないね。もうなんか真っ黒になってるよ。組み立てのポイントになってきそうですね。変えるか。しょうがないな。じゃあダルビッシュとかはちょっと使うのはあれだけん。じゃあそうね、じゃあ俺をモデルにしたやつを出しましょう。はい、名前はカッコ仮だけんね。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の近藤。カトリーヌです。あれでつけたか。カトリーヌって。いや、あのよくほら漫画家さんとかのペンネームがそういう感じた。まあその時よぎったのが、あのドラえもんのジャイアンの妹がそんな感じの名前じゃなかったかな。なんかペンネームがね。で、ちなみにこいつの、あ、そうか、これの時には変化球の名前が出らんつか。スライダーと、これっすね。カーブ系ですね。まず何を投げてくるか。初球大きく外れています。2球目は何で来るか。
高速スライダー。3球目は何で来るか。でそれからの打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。芝抑えてワンアウト。ね、今あの黄色い円が出るじゃん。先ほどの打席はあれがどんどんずれていきよったけみたいな。あれこのままだったら取らんじゃねえとか思って。そう今カトリーヌの一番の持ち玉が緩いボール決まっています。スローカーブです。よくコントロールされています。外れていきます。これが3球目。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。くれ。変化球空振り、ツーアウトになりました。スローカーブ。バッターボックスには9番京田。先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。ツーアウト打ちました。センターに抜ける。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。マルチヒットって何だ。バッター近本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。一塁ヒット二塁ヒットみたいな。してやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。打ちました。なるほど。あのあれがしたってね。近本ヒットが出ます。で一塁二塁は打てる。一塁二塁は打てるって。まあ。三塁まで行くのが難しい。終盤にかかる前に点差を詰めておきたいですよね。そうですよね。まあ彼は積極的なタイプですから、甘い球が来れば初球から打ってくるでしょうね。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。空振り当たりません。痛烈、これはどうだ。破りました。センター前。セカンドランナー三塁を回った。これでマルチヒット。ツーアウト満塁です。よくチャンスを広げてくれましたね。この人はあれかい、そしてこのチャンスで打席には山田なんとかさんは。この人はあれかい、あれですか、あれ筋肉番付じゃなかったサスケに出てる人かい。さあまず1球目。え、いや違う。いやそれっぽい名前だったけ、ただ言っただけで。なんかあれの。これが2球目。低め空振り。ああ。外れていきます。これで3ボール厳しくなったか。ここからは一気に狙っていきたい。決めるぜ。ちゃんと決めてやるぜ。5球目は何で来るか。外れた、押し出し。これでリードは3点に。しまった。オールセントラル。いやまだ3点差あるけんね。さあそして打席には青木が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。ここで1点でも返せればまだまだ分かりませんから、なんとかものにしたいです。しっかり捉えた、抜けた、落ちた、飛び込んだのが穴になった。そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン。ファーストランナーもホームイン。オールセントラル同点、7対7。はあ、チャンスが続きます。なん同点って。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここ、ね、今3点ぐらいあったろさが。こういう場面で本当にいい働きをしますよね。4点差あったリードはこの回あっという間になくなっています。さあそしてバッターボックスには鈴木が入ります。これは気が抜けんですね。ここで一気に行きたいですよね。さあ初球か、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し。勝ち越しのランナーが3塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。オールセントラル勝ち越し、8対7。さらにチャンスは続きます。あ、出た。原監督のグーパンツが出た。勝ち越しに成功しています。そうですね。あれ今監督だ。今監督。リードを取ったこのイニング怒涛の攻撃を見せています。阿部ちゃんに会った。あ、もうや、あれそっか、選手を辞めて監督になってるの。そうか、じゃあそれの前の話ってことね、このデータが。これが1球目。まず大きく外れて、やべえ、もうなんかあのゲージがなんかピコンピコンしよるけ、ウルトラマン状態だ。やべえな。いい当たり、セカンドランナー帰れば追加点。
ター前ヒット、これでマルチヒット。やべえ。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、もう少し慎重に投げてもらいたいですよね。そうですよね、まあ、ただバッターからすればここで攻めておきたいところです。初球から積極的に振ってきました。あっという間にストライクです。とどめだ、くれ。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。いやいや、取られすぎだろ。試合は最終回まで来ました。楽天イーグルス、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。三上バッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。よかった、そっちにあのダルビッシュとかいるとか聞かんでよかったわ。オールセントレス、ここで抑えストレートとスローカーブで、ええ、これが初球。さあ2球目は何か、打ちました。取った。1塁を送ります。アウト、ワンアウト。バッターボックスは4番上杉で、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。うん、もう投げるところがないといった感じですね。あれ、あと俺のはワンアウトランナーなし。ああ、もともとの人ね。違う違う、あのもともとの人、はい。バッターボックスには代打の金木。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね、はい、うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。剣です、はい。聞き覚えがあるっす、はい。ちょっと待ってですね、後ろ見えるか見えんか。スイング、背中にグールって書いてあります。東京グールですね。まあ、主人公です。わかんない。代打に出したのに。かかってこい。アウトコース、空振りです。これで点が取れんかったら終わるじゃないと。打った。高く上がった。これはどうか。左中間を深々と破り、よしよし、遊んでるよお前らは。あそこで打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー三塁です。ここはさすがというバッティングをされました。今日一番の活躍しようかもしれん。スリーベースヒットを打たれています。いやー、ちょっと慎重になりすぎてましたよね。はい、はい。バッターボックスには代打の夏目。小宮山さん、なんとか逃げ切りたいところなんですけどね。まあ、そうですね、熊本ゆかりではあるけど、違う。そうですね、さあしっかり抑えていきたい、はい。あの夏目友人帳です。あのにゃんこ先生の人なんです。小宮山さん、まあ、主人公。ここはスクイズは考えられるでしょうか。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。なるほど、さあどう来るか。あっと上げてしまった。この打球はフライになっています。掴んでお前がそれ言ったけんって、あ、戻らなくて。一回試合終了です。一打同点のピンチでしたが見事守りきりました。試合を制したのはコンセントラルです。終わり方終わり方緊張感のある三塁に戻らんかったけん。やはりチャンスを取りこぼさないで、こんな試合ある。勝因だったように思います。勝ったオールセントラル、接戦をものにしました。エルカチャンネル、はい。ということで最後逆転されて負けてしまいましたけど、はい、最後のアウトは辛かったな。あれはもうサインミスなんで、もうしょうがないけどね。いやー、まあ、楽しかったです。はい、ありがとうございます。ということで今回の動画はここまでです。俺たちにかかってこい。